この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、エンゼルスは本拠地アナハイムでクリーブランドガーディアンズと対戦。3対2でサヨナラ勝ちし、連敗を6でストップ。ようやく9月に入ってから初めての勝利を手にした。大谷翔平は4試合連続で欠場と、これまでとは一転。脇腹の怪我は軽傷だったものの、万全な状態での復帰を目指して慎重にリハビリを行っている。そんな試合前、8月末に放出されていた、ルーカス・ジオリトと再会。わずかな時間だったが、言葉を交わすシーンがファンの間で注目を集めている。この時のことをジオリトは地元紙のインタビューで答えてくれたが、大谷と水原通訳が放ったある一言に感動してしまったのだという。アメリカ大リーグエンゼルスの大谷翔平投手が突然の放出劇でガーディアンズへ移籍したルーカス・ジオリト投手と旧交を温める姿が注目を集めている。日米のファンからは朝からいろいろうるっとくるな、泣けるとコメントが集まった。日本時間の5日オリオールズ戦の前に右脇腹を痛めた大谷は8日に本拠地で行われたガーディアンズ戦も欠場。ただ試合前にはグラウンドに飛び出しダッシュするなど軽く動いた。ここで遭遇したのが相手チームのユニフォームを着たジオリトだ。昨年ホワイトソックスで11勝を挙げたジオリトはトレード期限を前に補強の目玉としてエンゼルスに加入したが、6試合に先発して1勝5敗、防御率6割8分くりと低迷。8月末にはチームの年俸総額を圧縮するためにウェーバーにかけられ、ガーディアンズへ移籍していったカリフォルニア州の地元紙ロサンゼルスタイムズのサラ・バレンズエラ記者が自身の SNS でジオリトが大谷と水原一平通訳に近づき挨拶している様子を投稿すると、米国のファンが私も彼のこと恋しいなどと反応。またネット上の日本ファンからもジオリトさん、チームは変わっても大谷さんのこと好きなんだね、思い返せばなんか切ない移籍劇だったな、本人も辛かろうに、急でショッキングな移籍だったけど、これからもずっといい関係でいてほしいな、といったコメントが殺到した。ジオリトといえばエンジェルス時代、ベンチで隣に座った大谷翔平に対して、気色満面の視線を向けたことでも話題になっていた。ガーディアンズの地元紙、バリースポーツオハイオ&グレイソソルトのインタビューに応じたジオリトは、今回のエンゼルスとの対戦について問われると、正直に言うとまだ気持ちの整理がついてない。数日前まで共にしていたチームメイトと対戦するんだ。練習試合なのかなと勘違いしてしまいそうだよ、と冗談を混ぜながら、かつての味方と戦うことに対しての複雑な心境を語った。大谷と何を話していたかについて問われると、久しぶりって声をかけに行っただけだよ。あちこち怪我をしていて、それでも復帰に向けてリハビリをしている彼の姿を見ていると、本当にすごいなって、と語った。その上で、大谷と一平は僕にお帰りって声をかけてくれたんだ。おいおい冗談を言わないでくれよって照れちゃったよ、と会話の一幕を明かした。そのジオリトは、現地9日のエンジェルス戦で先発予定となっている。9月4日のツインズとの試合でガーディアンズの選手として先発登板したジオリト。期待する声もあったが、最初の3イニングで計9点を取られてしまい降板。試合も20対6で負けてしまうという散々な結果になってしまった。再起をかけたこの試合へは大きな決意を掲げてる。みんなそれぞれキャリアをかけて戦ってる。僕自身もこの試合は今後のキャリアのためにも非常に大切だ。エンゼルスのことは今でもファミリーだと思っているが、やるべきことをやるよ。できれば翔平とも戦いたいね、と決意を固めていた。そんなエンゼルスは1点を追う9回にパリスの右前敵地打で追いつくと、西満塁からグリチェクが中前敵地打を放ってサヨナラ勝ち。連敗を6で止め、9月の初勝利を飾った。試合終了直後はエンゼルスファンの誰もが歓喜に沸いたが、そう入っていられない緊急事態に直面した。エンゼルスは呪われていると思うか？試合後、米国のメディアからついにこの質問が飛んだ。エンゼルスのネビン監督は、確かに普通ではない。
一塁手の送球が頭に直撃したシルセスのこともあったし、奇妙なことが続く。試練の年だけど、逆境から学ぶしかないと語った。この日は開始直前にモニアックが腰痛を悪化してスタメンを急遽外れた。そして1回裏にはここまで絶好調のレンヒーフォがネクストバッターズサークルで重いバットを振っている時に左上腕筋を痛めて緊急交代した。早々と2人もスタメンから名前が消えた。今季は怪我人が後を絶たない。チームの顔の2人も負傷。7月はトラウトが骨折、8月は大谷が右肘靭帯を損傷し投手として今季全休、9月には右脇腹を痛めた。さらに外野のウォードは子宮が顔面を直撃し今季絶望となり、レンドンは自打球が直撃しそこからプレーできていない。特に終盤は踏んだり蹴ったりで野戦病院か。プレーオフはすでに絶望的で再び失望の1年となっている。明日か明後日には復帰する見込みと見られている大谷翔平だが、果たして無事に完走することができるのだろうか。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を見ていきましょう。ジオリとは大谷と同じ年だし、誕生日も10日くらいしか変わらなかったよな。わずか1ヶ月でもお互い会話も多く距離は近かったんだろうね。ジオリとはロサンゼルス近郊の出身だし、ドジャースが声をかけてピッチングを修正してくれないかな。せっかく FA なのにこの後半の出来はマイナスだろう。オールスターに選ばれたことだってあるんだからまた頑張ってほしい。これほど故障者が続発するのは何らかの理由があると考えるのが普通です。試合前の練習でちゃんとアップができているのか、起用方法や試合後のケアの方法に問題はないのか等々、それらを考察するのを学ぶというのです。はっきり言って試合前にちゃんとランニングやストレッチができているようには見えません。選手の自主性も良いですが、選手ができないなら監督が指示してやらせなきゃダメですよ。そしてネクストバッターサークルで素振りしただけで壊れちゃうなんて愚の骨頂です。その反面、大谷の酷使ぶりはそりゃ壊れるだろうなーって素人でも思いますね。エンゼルスが勝利をして歓喜の声が上がっている一方、この試合で敵側として登板したムーア選手やロペス選手、そしてジオリト選手というかつてエンゼルスに所属した選手が敵側として対戦することになっているのです。ファンそれぞれもいろいろと複雑な胸中があるのですから、選手同士はなおさらでしょう。明日からも試合が続きます。大谷選手との戦いが見れるのかも楽しみです。今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると今後の動画作りの励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。